赤の六尺ふんどし赤の六尺ふんどし六尺ふんどしとは長さ約1 8 0トルから3 0 0トル程度幅約1 6トルから3 4トル程度のさらしの布を用いた日本人男性用の下着。レンブが露出していることに特徴がある。現在では下着に用いられるよりも主に祭事や水着などで使用されることが多い。 六尺ふんどしの由来はクジラ弱で六尺の長さから呼ばれる。股間をまたぎ体に巻きつけるように締める。長さの目安は前だれを出さない場合、生地の端を持ち、両腕で水平に広げ、次に残孤り生地の端を持ち、身体中央からさらに片腕で水平に伸ばした長さである。幅は、さらしの全幅を用いるが、体型によっては半幅、もしくはに 三幅に生地を切るか、内折りで使用する。江戸時代には、曲がり金で六尺の長さで、前だれを出し、後で結ぶ場合が多かった。ちなみに、前袋を二重にする締め方は、昔の漁師や、船乗りなどが用いた締め方である。なお、締め方、結び方については、地方や古式営法の流派により独特の締め方、結び方がある。締め方は、 生地の端を左肩にかけて、生地を覆い、股間をまたぎ、尾骨から左回りで腰を一周し、縦ふんどしと交差させて軽く仮掛けする。次に、肩にかけた前だれを部分を下ろし、同じく、断正地を覆って、股間をまたぎ、生地を交差させながら、縦ふんどしに向かい、仮掛けした片方の生地の端と尾骨上で交差させて、それぞれ、横ふんどしに数回巻きつけて締める。 生地が余ったら切り取る。生地を交差させる際に、横ふんどし、縦ふんどしの締め付けを調整する。締め方の要領として、横ふんどしは、腰骨の上で巻き付け、前袋の位置がへそ下に来るようにすること、前だれを落とす際、縦ふんどしと何度も交差させて締めること、前袋が綺麗な二等辺三角形に形成されていること、二重に締める上で、 上の生地が前袋でたわまず、下の生地との間で上下の歪みを出さないこと、陰部はしっかり覆われていること、縦ふんどしに左右の偏りがないこと、横ふんどしにしっかり巻きつけられていること、巻きつけた時に生地に余りがなく、左右の長さが一定であること、陰毛がはみ出さないことが求められる。六尺ふんどしの締め方を見れば、その人のふんどし歴がわかるとも言われている。 江戸時代には、成人男性は、たしなみとして、陰謀を出さないように陰謀を先頭で、軽石や線香を使って、処理をしていた。殿部が露出している下着は、東南アジア、ポリネシア地方、中南米地方で散見されることから、六尺ふんどしは、南方伝来説が強く唱えられ、日本人の祖先は、南方から伝来したのではないかとの説も、唱えられている。 しかしながら、昔は布が高価なものだっただけに、日本人に下着として六尺ふんどしが普及したのは、生地が朝から木綿に変わった江戸時代からであり、古代の日本には六尺ふんどしは存在していなかった。六尺ふんどしの下着としての歴史は、江戸時代から明治時代末期頃までの間で、日本人成人男性の主な下着として用いられていた。 1872年12月8日に、当時の東京府知事が意識条例を発令し、打体、または肌脱ぎになったり、股、ま、などをあらわにすることが、取り締まりの対象となり、公衆の面前で表着として、ふんどし姿での外出は禁止されることになった。明治時代に徴兵制度が制定されて、軍隊で着脱が良いで、記事が短く、 経済的な越中奮闘紙が支給され、全国に普及したことから、その後の六尺奮闘紙は、下着で用いられるよりも、祭事や水着等で用いられるようになった。現在でも、下着や水着として使用している男性も存在するほか、祭事や、一部、日本英法の流派を組む、水泳の伝統校では、臨海学校等でも、水着として用いられている。また、 寒中水泳の際の行事でも水着で用いる場合がある。日本人が海水浴を始めるようになったのは明治時代に陸軍軍医の松本良順が健康に良いと海水浴を推奨したことから始まり上流階級の一部から始まった。それまでは漁師、船乗りや武士階級の間で武術として日本英法があったに過ぎなかった水泳が全国に 海水浴場が開設され、国民皆栄の名のもとに、学校教育でも水泳が体育教科として取り上げられたことで、庶民の間に海水浴の習慣が広がる第一歩となった。当時の上流階級は洋装の水着で海水浴を急しんだが、まだまだ洋装の水着は庶民には高価で、一般庶民の水着は、ふんどしや水衣が一般的なものであった。また、 日本英法の核流派は自派の英法を教えるため海水浴場などで水連場を開設した。水連場とは海、川、池や堀を区切った箇所で英法を学ぶ場を日本英法関係者が使った故障であり一般には水泳場と呼ばれていた。1917年に日本で初めて室内温水プールが YMCA で開設された。当時は 水質の維持のため、水着の着用は禁止され、全裸で泳ぐように指導されていた。戦後もしばらくは、全裸での水泳が続いていた。これは、本国の米国でも、YMCA や大学ではプールでは、全裸で泳ぐことが普通であったことにもよるものであった。1930年代に入り、全国各地で、 プールが開設された。ちなみに、明治神宮外苑プールは1937年に建設されている。キリスト教徒とその関係者だけに解放されていた YMCA とは違い、一般庶民に解放されたことで、庶民に水泳が普及した。庶民の水際以前と、ふんどしや水衣だった。この頃から、簡易ふんどしとして、黒猫ふんどしが出現し、 男子を中心に普及した。1928年のアムステルダムオリンピックの競泳で初の金メダル獲得から水泳人気は高まり、水泳は国民的スポーツとなった。1932年のロサンゼルスオリンピック競泳で5種目を制したことから水泳王国として日本が世界に認知されるようになった。 オリンピックの公式競技では使用されなかったが、1936年のベルリンオリンピックでは、日本人選手が現地での練習で六尺ふんどしを使用していたところ、日本人選手の速さの秘密は、水着のふんどしにあるのではないかと日本人選手に、外国人記者の取材が殺到し、ふんどし姿の選手と一緒の記念撮影を求められたこともあった。実際、 日本人選手は水着の下に六尺フんどしをサポーターとして使用していた。戦後の国体でも使用されていたが、占領米軍が全部が露出することは野蛮であるとして接収した明治神宮外苑プールで禁止し、選手は米軍関係者の前では六尺フんどしの上に水泳パンツを履いて競技を行った。その後、合成セミの開発が進み、 伸縮性のある水着に適した生地が出現したことや、縫製技術も進歩したこともあり公式競技では、ふんどしは使われなくなった。また、日本の経済成長が進み、水泳パンツが廉価で入手できるようになったことや、国民所得が上昇したことで、個性を求めて、ファッション性のある水着が求められるようになり、電部が露出するふんどしは恥ずかしいと、下着と同様。 1960年代頃から、ふんどしは、若者から次第に廃れていった。1960年代半ば頃には、都市部の小中学校で水着に用いられて、ふんどしは廃止の方向に向かい、現在では、日本英法の流れを組む、ごく一部の学校で使われるのみとなった。ふんどしが普通に参見された一般のプールでも、ふんどしの利用者がほとんど見られなくなり、 一部のプールでは、ポケットのついたトランクス水着や下着と紛らわしい、ふんどしを禁じるプールも出現し、プールで、ふんどしは禁止されているとの誤解が広まった。1980年代末頃から、ふんどしに、型の似た、ティーバック水着が、欧米から伝わり、バブル期に、男女とも最も流行した。そして1992年、 ティーバック水着の男性が多数来場していた神宮プールにおいて、電部があらわなティーバック水着に対する苦情が紛失し、ティーバック水着と共にふんどしも禁止されるという事態となった。その後のインターネットの発達に伴い、ティーバック水着で泳げると、ネット上で話題になったプールにティーバック水着の男性や布の少ない、透ける過激な水着の男性が殺到したことから、 のの客から苦情ががししふんどしまで禁止とななるる事態が毎年よよううにに起きるようになったそのため、特に大都市で、ふんどし禁止のプールが少しずつ増えているが、2005年時点では、東京においてもふんどしを禁止するプールの方が少ない。一方、中南米労働者の多い地域など外国人の多く、来るプールでは、ティーバック水着の女性が多く、 形の似ているフンドシに対して寛容である。また、国際的には、ニュージーランドで開催された第5回間太平洋マスターズ水泳選手権大会で6尺フンドシでの出場を希望した日本人選手がおり、長い議論の末、日本の伝統的水着と認められ、フンドシで出場し見事優勝している。ただし今日もなお、日本の古式泳法では、 伝統を守って六尺ふんどしを用いているところもある。1972年、学習院在学中の天皇徳人は、赤ふんどしを締めて、水泳合宿に参加した。丹田をはじめとする腰や、股間の角質棒を刺激するため、健康下着として注目される一方を、着脱に難があり、かさばることから、和服には適しても、洋装中心の現代では、 実用下着として普及しにくいという側面もあるが、和服と同様、日本の伝統的な下着として、また、祭りの衣装として欠かせない存在であることに変わりは、ない。金婚一番とは六尺踏んどしの締め心地から来た言葉である。つまり、尻に食い込み陰部を固定させることにより、気持ちが引き締まり、締め付けることで下腹部に力を入れやすくする。 このため真剣勝負の武道家などの間でも愛用者が多い。男子のみ、驚愕の場合、女子は一般的なスクール水着で、学校によっては水着の上に腰紐を巻きつける。これは男子のふんどしの横ふんどしと同様、溺れた時に掴んで救助しやすくする、日本英法の横泳ぎを教えやすくする、という機能もある。アーカイブされたコピー。 2007年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年1月24日閲覧。朝日新聞1993年4月23日朝刊北海道版。天皇陛下が赤ふんどしに。学習院で続く伝統演へ、秘蔵写真、女性自身。ありがとうございます。